今日は Amazon でですね、無在庫販売は儲かりませんと、全く無在庫販売では売りにくいようにシステムが、昨日から変わってます。で、まあその内容をですね、会員さんとシェアしたら、まあ、当然出るべき疑問、まあ、なんでそんな風に Amazon は、システムを変えたんでしょうという疑問がありました。これ一言で言ってですね、Amazon がいかに効率よく、いいお客さんをつかむか。いいお客さんっていうのは購入者ですね。で、出品者の方も、不良出品者を、除外するか、問題出品者を除外できるか。まあ、言い方を変えると、Amazon がいかに楽をして、Amazon という仕組みを発展させるか、管理しやすくするか。まあ、そのためにですね、実は気づいてないケースもありますけど、ちょくちょくシステムはいじってます。というか基本的にたまにバグが出ますね。カートのし、えー、セラーセントラルの、見た目が変わったりとかなんだかんだ。あの時一緒にいろいろいじってます。まあ、ただそれがね、大きな変更じゃないと気づかないケースが多いだけ。で、今回は、無在庫販売の人が、カートが全く取れなくなったと。で、FBA を使ってる方ね、今までカート取れたり取れなかったりだったら一気にカートが取れてきたというので、あ、これはまあ、無在庫販売。もう締め出すというかね、FBA があるのはやっぱり FBA 優先で行くんだなと、まあ、以前の、システムに近いものに戻ったということだと思います。まあ、これ考えてみれば当たり前でですね、FBA と自己発送、まあ、どっちが購入者のトラブルが多いか、トラブルが起こった時にどっちの方が Amazon が原因を把握しやすいか、まあ、考えたら自己発送でね、追跡番号を見たり、言い分をチェックしたりしたらめんどくさいと。もう FBA で、アメリカ国内については FBA で売ってもらおうというふうに変えたんだと思います。膨大なね、何千万人という購入者、そして何十万人、あるいは100万人近い出品者、これを管理するにはですね、効率いいシステムで管理するしかないんで、人力では管理不可能ということで、Amazon はちょくちょくこのシステムをいじってます。で、今回は FBA 有利、かなり有利というか、無在庫やってもしょうがないというぐらいの変更になりましたんでですね、ホリデーシーズンに向けて FBA の在庫をどんどん増やしてください。それから一部自己発送でやってた方も、ホリデーシーズン入ると発送は遅れるわね、事故は増えるわで、ろくなことないです。自己発送は、ホリデーシーズンが終わるまでは少なくともストップしておいた方がいいです。今の状況だと、カートが取れないと。ということは、無在庫で売れるのは間違えて売れるケースだけというふうに考えた方が自然ですね。で、間違えて売れたんだと当然儲からないと。で、かろうじてね、利益取れるので売れたら発送遅れてクレームになったと。やるだけ意味がないんで、無在庫販売はストップしといた方がいいです。FBA 有利に変わりましたんで、FBA で商品を入れてください。なぜシステムをコロコロ変えるか。どのやり方が効率いいか、楽して、管理がしやすいか、Amazon はいろいろテストしています。まあ、考えてみる当たり前のシステム、できるだけ Amazon のシステムを使ってもらった方が、管理がしやすいという結論に達したようでですね、FBA がかなり有利なシステムに変わっています。